8636点。まあ本当にオスカルっていう感じ。オスカル、はい、まあ失礼ですがこの中にこんな刺繍がしてあるんですね。私知っても知らないで。この間あの野球を郷ひろみ君のチームとやりました。郷さんちょっといらっしゃい、ちょっと来てください。その前に二等賞ありがとうございます。そうだ、二等賞ね、もう一等賞までもうちょっとですから頑張ってください。野球の試合の模様ちょっとねあの中継でご覧いただきたいと思うんです。郷チーム対沢田チーム、中継は小島アナウンサーです。巨人ヤクルトは10対5で巨人が勝ったそうですが、こちらヒロミーズ対ジュビズの第4回戦、ヒロミーズ2勝1敗1引き分けの後を受けて9月8日玉川グランド白のユニフォームヒロミーズ先行で行われました。立ち上がりジュビズ澤田投手1点を許しましたが、2番号を三振に打ち込むなど快調な出足。ストロボアクションでどうぞ。山なりのカーブでございますよね。対するヒロミーズ先発郷投手も持ち前の剛速球、3番澤田をショートゴロに詰まらせる好投。いやーなかなか。それではストロボアクションですよ。さて試合の方、ジュリーズ4対2のリードで迎えた5回の表ヒロミーズの攻撃。ワンアウトからバッター郷の気力のレフト前ヒットでチャンスをつかみ、長短合わせて4本のヒットで一挙4点を挙げたヒロミーズ、6対4と逆転、試合を決定づけました。まあ、そして守ってもエース号をファーストに置く余裕ぶりで、対するジュリーズコンサートの疲れか打線振るわず、結局そのまま6対4でヒロミーズが勝ち、対戦成績を3勝1敗1引き分けとリードしました。大きいニュースでした。負けてしまいましたが。そうですか。負けたところで気を取り直して歌の声、はい、でも大変ね、120球ぐらいお投げになったそうですが、あなたは三振しちゃったんですが、どんなもんですか三振した時の気持ちは。そうですね、でもね意外とすっきりしてるんですよね。なんかグワッと振ってね球が当たらないっていうのはねがっかりもするんですけどもね、でもなんかこうスカッとしますね。思いっきり空を切るよ、はい、でもああいう風にボールがテン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 って来てくれれば打ちやすいわよね。そうです、普段はああいう風に来ないんでしょ。当たり前です。第2位大和より愛を込めて。せないで